はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日もみんなでバトルやっていきましょう。今日でね、 S プラスになるまでみんなでバトルの動画を出し続けるって言ってもう3日目ですか。なかなか慣れないですよね。前回の動画は逆に減るしね逆に減るしね、レート20近く減ったもんね。あとね、たった100なんですけど、その100がほんとめちゃくちゃ遠い。まあ、3、4回ぐらい動画を上げたら S プラスにね、なるだろうと思ってたけど、今日3日目でしょ、絶対なれないよねアシーナ、アシーナさん目赤、なんかアバター自体は結構可愛らしい。まあ、ちょっと怖いけど、まあ可愛いんですけどね。グッドワン。それじゃあクッパを1体倒してからゴールって思ったけど、なんだこのステージ、どんな感じのステージだこれ。なるほど、これスター当たりじゃない、これスター当たりじゃない、これスター勝ちじゃない、ほらオッケーオッケーオッケー、ほら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 やった、勝てた。あ、待って、え、ルイージ来れないの、そっか、大きいから来にくいんだ。この3日間の動画で始まりは全部勝ち続けてるんですが、このあと、このあとですよ、今から、ほんとマジで今から調子がね、どんどん悪くなるの。今までの動画はね、尻上がりが多かったんですけど、いつからかどんどん尻下がりになってきてますね。そして間違い探しって書いてたけど、一番目に行きたいけど、あ、待って、え、どうしようどうしよう、一番最後か、これは間違い探しで、これ見らなきゃいけないでしょきっと。どうしよっか、どれが違う、どれが違うんだこれは、どれだどれだどれどれ、え、マジわかんないんだけど、これ慎重に行こっか。どれだろう、一番左っぽくない、なんか俺は一番左を行くぞ、オッケー。そしてそう、このね、骨っていうのかな、まあ、うん、骨カロンみたいな子がちょっと向いてる位置がちょっと違ったんですよね。今度は一番左じゃない、真ん中だ、これ真ん中ですよねきっと、ここだきっと、あー違う一番左か。で次のね、ここは一番左っていうのはもうね、答えは見えてるんですよね。なんだろう、なんでだろう、よし OK で次右に行く。マリオとルイージはもう先に行ってるな、そろそろ終わりに近いんじゃないかな。これはどれだ、これはどれだ、わかんないな、これはどれだ、うーん難しい、めっちゃ難しい、早く早くしないと、わかんないわかんない、どれどれ、どれ、マジでわかんないんだけど、あ、一番右だ、これ一番右だ、違う、なんこれ、なんこれ、この土管何、ヒント、ヒント、なんこれ、あら、なんここ、なんここ、今ねレートが4901だから、これ負けてしまうとね4900切ってしまいます。そうならないように頑張っていきたいんですけど、あのルイージめっちゃ強いな、6000超えか。カーダッシュって書いてたから、まあのこのこカートに乗っていくのかな、やっぱりそうか。でもね、あんまり乗りたくないんですよね、遅くなるから。でもまあ乗っていかなくちゃいけないところは、待って、ラッグ、めっちゃラグやば、久々なんだけどこんなにラグいの。確かルイージがラグ使いって言ってたけど、よし OK、 まあ車乗って行ってみる、で走る、 OKOK、 あんま意味ないねまあ車乗らなくていいか、あー待って、危ね、マジでラグ、ちょっと危ない、ラグすぎて、あー待って、おお、よし、それじゃあちょっと車に乗っていこうか、うおー負けた、これで4900切ってしまった。はい、どんどんレートが下がってきてますね4900を切ってしまいましたよ、私ピオキング。うわー、やっばいなー、マイルス1の1、いや、そろそろねレートをちょっとね増やさなきゃ本当にまずいと思うんですよね。よし OK、 これはどうしようか、待って、みんな死んでた、みんな死んでたからチャンスじゃないかこれ、よし OK、こっち、うそー
早っ、もうあのチョロップちょっと早すぎない？このチョロップにさっき俺は負けたんだ。オッケー、来た、ファイヤーベー、ファイヤーベー来ましたよ、ファイヤーベー。でこのまんまでジャンプで中間ポイント取っていこうか。で落ち着いていこう、落ち着いていきましょう。よし、このまま渡っていく。あ、待って待って、これはまずい。よし、オッケー。でジャンプで、このままこれでいいのかな、大丈夫、オッケーオッケーオッケー。で、あー、なるほど、待っててくれたのね。いやー、ありがとうマリオ。どんどんねレートが下がり続けてる僕にとって、ゴール前で待ってくれてる方はね、ほんと嬉しい。まあ、といってもこのままね負け続けてるのもそろそろ見飽きたし、勝ちたいところなんですが、イージー、簡単なステージかな。まあコース名は全然当てになんないもんね。全然簡単そうじゃないね。これもうやめて、もう一番最後に行った人が有利っぽくない、ここなんか。あどうしようこれ、最初だけかこのオンオフがあるのは。よし、オッケー。でこれは鍵取ればいいの？鍵あんま意味ないかな。ヨッシーの方がいいな、なんかヨッシーの方がいいけど、どうしよう、これを取って、まあちょっと無視していこうかな、この上生。あ、待ってくれ、そっちにあるのか、うおやっぱピンクコイン意味ないよね。いや、ここのところですね、ツイッターでよくね、僕の、まあ、つぶやきっていうのかな、僕の書き込みに対してコメントやいいねをくれてる方、ありがとうございます。今までね、あんまりなかったんで、こういうのって結構嬉しいんですよね。よし、じゃあ、最初に撮っていこうか。あ、待って待って、え、撮りたい撮りたい。え、どうしようどうしよう、これ欲しい。早っ、めっちゃ早っ。まあ1対1だからね、負けてもそんなに、え、結構減る、相手の方よりね、だいぶレートが上だから結構減ったのか。あ、なんかあのキノピオのアバター変わってるね、ああいうのもなんかいいよね。よし、それじゃあね、どんどんやっていきましょう。で次、カメックタワーって書いてたけど、これは一番最初に行った人の勝ちなんじゃないかな。よし、で、あー待ってくれ、うお、よし、これは上かな、上に行けばいいのか、どうなんだこれ、もう消えたくない、おりゃうお、え、なん今の、え、ゴールって復活すんの、え、ゴールなくなったと思ったら、なんだ今の、初めて見た。はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。3日目はボロボロですねボロボロ、相当レート減ったんじゃないかな今日。4865でしょう、え、50ぐらい減ってる、やば、まずいな、バトルコースイージー。よし、それじゃあこれはみんなでバトル的な感じのやつだ、やった。よし、じゃあここはぜひ勝っていきたいな。よし、一番下の緑の土管を取りたいけど、まあいいや、もう何でもいい、もう何でもいい、じゃあもう一番上行くわじゃあ一番上行く。よし、それじゃあキノピオ来るんだ、え、何してんのキノピオ、そういう人嫌だよ俺マリオうまいな今の。よし、それじゃあレッツゴー。で、あー、そうか、でバネに当たる方がいいね。あ、これ滑った方が早いな、こんなんあんだ。よし、でこのまんま OK、 よし OK、 でここもヒップドロップ。よし、ここはこれきつい。よし、でこれは壁ジャンプか。よし、俺壁ジャンプは得意だぞ。よし、で、あのね、左のキノピオといい具合の勝負ですよね。え、何、こっちに来てくださいって、もうゴールしてんの、そんなことはないよね。よし、でジャンプでヒップドロップすると、なるほど、そういうことか。よし、オッケー、よし、どんどん早く行ってくれ。よし、で、うわー、なるほど、これでゴールかな。くそ、負けたー、悔しい。